デドルフ・ライシュヒは、チェコの、バイオリン、ビオラ奏者、指揮者、プラハの生まれ。1885年に、プラハ音楽院に入学し、アントニーン・ベネビッツとフェルディナント・ラハナーにバイオリン、アントニーン・ド・ボルジャークに作曲をそれぞれ学ぶ。在学中には、オスカル・ネドバルや、ヨゼフ・スク等と進行を結んだ。1892年に、音楽院を卒業し、 1894年から1896年まで、バイオリン及びビオラの演奏家として、演奏旅行を行った。この旅行中にビオラダモーレに出会い、この楽器も演奏するようになった。1896年に、ブルノのバセデナフィルハーモニー協会の音楽学校に、講師及び付属のオーケストラの指揮者迎えられ、1999年から、 ドーフィルハーボニー協会の音楽監督も兼任した。この協会で、親友のスクや、ビーチェスラフノバークの作品を積極的に取り上げた。1903年から1906年まで、レオシュ・ヤナーチェクのオルガン学校に出向。1919年から、ブルノ音楽院で教鞭を取ったが、1920年には、プラハに戻り、晩年は、母校のプラハ音楽院で、 更新の指導に当たった、プラハにて没、ルドルフ・ライシュグ、2019年2月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年2月4日閲覧、ルードルフ・ライシュグ・コンダクターバイオリニスト、2019年2月4日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年2月4日閲覧、ありがとうございます。